皆さんこんばんは。アップルサイダー52こと、この頃では三浦十右衛門で配信させていただいております。シリーズ配信のですね、第32回、法人代表今野春樹さんのヤバい会社の餌食にならないための労働法。前回はですね、少し長い目になりましたのでね、2分割させてもらいますよというお話をしておりました。出陣する覚悟を決める、まあ、腹くくれ、ね、腹くくらんと何も始まらんって、まあ、女性は大体腹がくくれてる人が多いので、いざとなったらなかなか動じない人が多いんですよ。うん、でおじさんはね、何か普段からカッコつけてるせいもあるのか知らないですけどね、なんかいざとなったら意外となんか臆病風が出てきたりするんですよね。私なんか、アルバイトですよ、70代ですよ、それでなんか、もう8桁かな、というような解決をこの2月に終わったところなんですけどね、ちょっとありえない話じゃないですか、常識で考えて。ね。そうですよね。8桁ですよね。あ、そうか。まあ、それはいいんですけどね。やっぱりね、うん、腹くくるというのは、まあ、男なんですからね。そんな人生長いね、間にその2度も3度も腹くくることはないのでね。これはやらなあかんなと思ったら、やる覚悟を決めとかな、それは話にならんわけですよ。それで、まあ、前回ちょっとね、読み上げる箇所長かったので分けたところを、今日はですね、会社との喧嘩というところですね。はい。まあ、前部ではちょっと今日は長すぎますね。いきなり読み上げていくようなスタイルでいきます。はい。会社との喧嘩。ユニオンで争え。うん。第三の方法は、労働組合。ユニオンに加入して行う団体交渉だ。団体交渉とは、労働組合と会社が対等の立場で交渉することである。労働組合に加入して団体交渉を申し込んだ場合、会社はこの交渉を拒否できない。拒否できない。拒否できない。拒否できないんですよ。いいですか？しかるべき会社の責任者が誠実に交渉しなければならないんだ。団体交渉は会社と対等な立場で徹底的に交渉することができる方法だ。とことん争い、相手に違法行為の責任を取らせるには格好の方法なのだ。ここで注意しておきたいのは、会社の中の労働組合ではなく、会社外のユニオンの方がいいということだ。前述したように、会社内の労働組合は、頼りにならないことが少なくないのである。労働審判制度にしても、ユニオンで争うにしても、私たち法人のような NPO 団体やコミュニティユニオンなどに相談するといい。どう動けばいいのかわからないというような状況であれば、力になってくれることだろう。ユニオンに加盟する、労働組合に加盟するということに、ものすごく、足がすくむ、身がすくむとかいう方が多いんですよね。私は、まあ、たまたま管理職ユニオン関西に所属しておりますが、そうですね、京都ユニオンというところにも15年ほど前にいまして、大きい葬儀を一つ済ませていまして、で実はその前にも管理職ユニオン関西に所属しておりました。全盛期だと思いますね。とにかく事務所に行くたんびに壁をぶち破って、で広げていて、なんか百貨店のバーゲンセールの会場ではないかと思われるぐらい、広い広いフロアだったのにもかかわらず、あちらからもこちらからも、まあ、声が飛び交うという、そういう時期の管理職ユニオン関西に、
たまたま、私の住んでいたアパートの一つ上の階に、管理職ユニオン関西に今加盟していて、随分と、まあ、助けられたという経験をされている方が、まあ、同じアパートの住人でおられましてね。まあ、そういうこともあって、まあ、比較的、その、遠い距離ではない感覚がありました。それで、まあ、たまたま、妄想で、21世紀の始まり頃に一度、そういう、管理職関西ユニオンで、まあ、加盟して、まあ、葬儀を、持ったこともありますし、で、他の方の葬儀の団体交渉とかに、まあ、まあ、参加させていただくというようなことも、まあ、あったんですよね。うん。まあ、最盛期の管理職ユニオンというのは、まあ、勢いがありましてね。で、まあ、多士再々というのか、梁山泊みたいな、とにかくあちこちにちょっと切れ者そうなおじさんがたくさんいてですね、まあ、黙って横に座って話聞いてるだけでも勉強になるという、まあ、そういう時期を経験していますね。で、まあ、今、私は、出戻りで、まあ、管理職ユニオン関西っていうところにおるんですけどね。まあ、京都ユニオンというのを真ん中で一回経験してまして、まあ、常識で考えたら出戻りで失礼な話だなと思われるかもしれないんですけど、やっぱりね、お猿さんでも、狼でもそうですけどね、ちょっとはぐれて、その、まあ、飯を食ってくるというのも悪くはないんじゃないかなと、個人的には、勝手に思っておるんですよ。で、まあ、京都の団体交渉の経験と、まあ、大阪の団体交渉の経験、まあ、それぞれでね、うん、非常に、面白い経験を何度もさせてもらいました。まあ、そういうようなことでして、今回のテーマのね、会社の喧嘩。普通の人はね、喧嘩したがらないですよ。まあ、それわかります、うん。実際にこの国はね、聖徳太子の昔からね、和を持って、たっとしとますと。まあ、そういう、この、ポリシーが一貫して、ね、まあ、1500年か2000年か知りませんけど、まあ、長いんですよ。普通の国じゃないんですよ。ね、仲良くして当たり前。喧嘩したらあかんがな、というのが普通の、ね、プリンシプルなんですよ。ね。そのような、国においても、労働法がありましてね。うん、会社との喧嘩はむしろこの労働法によって保障されていてね、これがこの国の基礎だというふうに今打ち込まれているわけなんですよ。ね、戦争に負けたということがものすごく大きいと思いますね。戦争に負けちゃったんですよ。ね、だからこのプリンシプルが、まあ戦争が終わると同時にね、よその国にまあ打ち込まれたわけですよ。まあ迷惑なことをしてくれるなというふうな考え方もそれはありなんですけど、まあ私これもう打ち込まれたものは仕方ないから、廃物利用じゃないけど、ね、廃物と思わずに積極的に利用しましょうよと。ね、で、これだって拒否できなかったんだから、ね、一億総残家とか言ってこう拒否せずにね、労働法を受け入れたわけでしょ。そしたらもう仕方ないじゃないですか、もうワクチン打ったら我慢せなしゃあないわけですよ。私打ってないけど。打ってしまった人は、それで副作用でようが、それはね、ご自身の判断で選んだ道なんです。同じようにね、一億総残家でこの国はね、労働法をスタンダードにせえというプリンシプルを受け入れたわけですよ。だったら使わなきゃいけませんよ。会社との喧嘩、別にあえてね、ない、内容でいきなり、あることにして、無理やり喧嘩する必要はないじゃないですか。だけど、現実にはね、もうほぼこの国の 80% 近い人はもう、正規雇用だと言われてても非正規みたいなもんで、非正規雇用はもう、ものすごく数、もう過半数メジャーになっとるわけですよ。ね。で、これは資本主義の悪さが、もろに出てきてるというふうに今考えることもできますし、まあ、資本主義でなくても人間の世の中ですからね。弱者をいじめる、いたぶるというふうな、そういう DNA があるかもしれませんよね。で、まあ、DNA の話をし出すとキリはないんだけど、実際問題、このバブル崩壊からこの方、金融機関の貸ししぶり、貸し剥がしのおかげでですね、企業はもうとにかく固定費を圧縮しないと、
生きるか死ぬかというところを、まあ、くぐってきた、まあ、企業はですね、もうとにかく人の首を切るということしかですね、死活の、ね、活動ね、展望を描けないというぐらいな気分になったことが、まあ、20世紀の終わりにあったじゃないですか。まあ、ご記憶ないかもしれませんけど、あったんですよ。で、それから、この方、とにかく、内部留保、とりあえず首切ると。何かあったら、整理解雇というね、整理解雇の必要なくても、整理解雇さえで私、首になったことが一回あるんですけどね。前回、シリーズの中でお話してきましたけれど。まあ、そういうようなことで、会社側は、喧嘩を打ってくるという、日常になってるわけですね。この中でね、個人で戦うということも、もろん私は、限度いっぱいまで、やったこともありますし、いいんですけど、さあ、いよいよ、まあ、評論もね、見通しがついて、ね、弁護士費用ぐらいは、まあ、準備したぞというところがあればね、まあ、遠慮なく会社と喧嘩を始めていいと思いますよ。別に喧嘩を推奨するわけじゃないですけど、仕掛けられたら生きるためにも、ね、これはやっぱり自然権だと思いますね。ライトというのは権利というふうに考えてしまう人が多いのは、義務教育でそう教えられるからなんですけど、私はこれ権利だと思ってないんですよ。ライトというのはね、だから腹をくくって戦えということですよ。国交や、社会の教科書に出てくる権利というのはね、誤訳です。これはね、ライトっていうのは、権利ではなくて、ね、腹をくくって戦いますという意味です。だから、我々は、生存権を脅かされたら腹をくくって戦わなければならない。そういう生き物なんですよ。人間ということをね、限定せずに、生物として考えてくださいよ。生物がね、頭蓋骨をこうね、噛みつかれてね、振り払いもしないなんてことはありえないんですよ。片足噛みちぎられそうになってるのに、ね、反撃しませんか？でしょ？ありえないんですよ。会社というのも、法人、ね、みなしで、人格のあるとされているものです。これがですね、本気で資本の論理だかなんだか知らないですけど、従業員を潰しにかかってきてるんですよ。これ生存権の行使ですよ。ね、ここで、沈黙する人の気持ちがわからない。だから、労働組合法をフルに使うという前に、個人としてしっかりと読み聞きを済ませておいて、会社について弱点が見えたと。この瑕疵は絶対に一矢報いなきゃならないと。こう見据えたらですね、これはもう躊躇なく労働法規やユニオンの、まあ、ブースターをかけてですね、短期に済ませましょう。長期の戦いはできません。会社も辛いでしょう。ね。従業員も辛いですよ。ね。そういう中で短期に、手締まいをしましょう。ね。前回2月の終わった葬儀は足掛け3年かかりましたよね。周りからは早かったねって言われたけど、僕個人的にはもうちょっと早く終わってもおかしくなかったなと思うんですね。で、常識を外れた顔面コロナ方々がたくさんおられるブラック体質の企業ではね、不必要に長引きますね。うん。そういうことは決して好ましくありません。もう一気に相手の致命傷をつきましょう。これはもう某書記長からアドバイスをもらいました。これは管理職ユニオン関西ではありません。京都ユニオンの某書記長からアドバイスをもらったんですよ。まず、小指を、突き出して、小指を、突き出して、
ね。で、ところ払いを仕掛けてきたら、その小指に噛みつきましょう。ね。で、噛みついたら、噛みちぎるまで離さないようにと。それはね、相手にとってはものすごく大きな衝撃になると思いますよ。うん。これがやっぱり、会社との喧嘩をするときの極意ではないですかね。私は自分で考えたものじゃないので、これはオリジナルではないということを最初に申し上げてますけど、京都ユニオンの某書記長からそういうアドバイスをいただきました。前回も私本当、ところ払いをね、小指の先で、去りようとしたわけですけど、ね、きっちり小指の先には噛みつきましたし、徹底してやらせてもらいました。まあ、そういうようなこともございますのでね、弱者ほど勝負強いというのが、この瞬間だと思いますよ。相手は弱者だと思って、侮ってるわけですよね。侮ってる相手の小指の先、ね、ところ払いで、ささっとこう、ほこりか何かのように、チリアクタのように扱われた瞬間、勝算が見えてくることも、少なくはありません。ということで、今日は前回の続き、あえて二分割して、コメントをさせてもらいました。もうほとんどファクトは少なくて、心象と決意と、まあ、体験談しか、まあ、今日はお流ししてませんが、このシリーズも間もなく終わりそうでございますが、次回の配信、ご視聴を引き続きお待ちしております。今日は以上にいたします。